皆さん、こんにちは。今日はですね、国際事業家の香川博さん。米国グリーンカードもお持ちなんですね。はいはい。まあ、アメリカにもね、よく一緒に行きますけども、もうアメリカに1年間の半分ぐらいいらっしゃいます。半分もいない。そうですね。まあ、法律的には半分いないといけないんですけど、うん、今、日本が忙しいので、特別な許可をもらってね。日本が長くいるようにしてますけど。はい。コロナの時なんか大変だったでしょ、はい、あの時はまあ逆に言ったらね、日本にずっといても許されましたからね。ああ、なるほど。まあ海外に出れないのは辛かったですよね。はい、で、香川さんは世界でね、どんな風に英語を使ってビジネスをしてらっしゃるんですか？はい、おお、どんな風にね。どんな風にって、まあ何でもいいんですから。そうね。いや、じゃあ英語でね、ちょっとそのことについて語っていただきたいと思います。So please, introduce what you do in the United States. I don't know how to use my English. Huh? Just when I think I speak. That's all.Okay, okay. But talk about your business. What do you do in the United States? Excuse me, what did you say? What do you do in the United States? Intercultural business consultant. I'm giving a seminar to the international company, global company. Global company in the US or in Japan? US and Japan, no matter what it is. Oh, so your audience is not everywhere, only Japanese. Everywhere in the world. Not only Japanese. No. そういうことでね。はいはい。もう英語で。いきなり英語でびっくりした。いや、英語でコンサルティングをやられてる。すごいですね、オーディエンスは日本人だけではなくて、まあ、世界中の人ということで異文化コミュニケーションの達人ですね、そんな香川さんが、まあ、よくね一緒にご飯を食べてると、ね、日本人はこんな風に英語を勉強しなくちゃいけないってもずっと1時間も2時間も喋ってるんで申し訳ないですね、なんかビデオに撮らないともったいないんでそれを話してもらいます、はい、香川さん自身はそうやって英語で世界で仕事をされてるんですけど、どのようにして英語を勉強したんですか？どっか留学かなんか長い間してたとか、子供の時、英語の環境で育ったとか、シンガポールで育ったとか、そういうのはないんですか？全くないです。はい、私ね、全くない。大分県のね、早見郡ひじ町というね、すごい田舎の町で生まれました。ひじ町？はい。初めて来ました。ひじ町ってどういうふうに書くんですか？日の出と書きます。日の出って書いてひじ町。日が出る。人口は何人ぐらい、うん、?1 万5千人ぐらいかな今ね。2万ちょっとかな ?2 万ちょっとぐらいかな。それ小さな町ですね、うん。どうしてその町に生まれて大分で育って、英語がそんなに話せるようになったんですか、はい、実は大学の時もね、英語の授業ほとんど出なくて。大学はどこの大学だったんですか？九州大学ですよ。九州大学、ね、九州の福岡県。お前これ以上、これ成績悪かったら、一回落第するよって言われたぐらいですよ、じゃあ地元の小学校中学校、はい、高校そして九州大学で、はい、それで卒業してもう英語ができるようになってた、最初に行ったのがインドでした、インド、卒業してインドで就職したんですか？いやいや違います、大学の時に、はい、大学の地下鉄工事をしたちょうど福岡で地下鉄工事があったんですよ、当時今の地下鉄、はいはい、あの頃できてね、でその地下鉄工事のアルバイトで集めたお金でまあ自分で1ヶ月か2ヶ月。あ、それ仕事じゃなくて、インドに遊びに行ったの、まあそうね、遊びに行った。そう。まあ勉強で遊びに行ったと思ってください。なるほど、そうやって実地で外国に行きながら勉強したんですね。だからね、はい、しばらくの間ね、インクルードって言葉でしょ、含むというの、で、例えばさ、It is included breakfast と聞きますね。これをインドではね、インカルディングブレックファーストって言うでしょ、ね、だから私ね、インカルディングっていうのがね、インクルードだと思ってたの。はい。それね、アメリカに行くまでインカルディングって発音してましたよ。ああ、なるほど。まあ、安子先生からね、注意されそう。いや。まあ、そんな感じでね、英語を習得して、まあ、ニューヨークでキャリアを積まれて、はい、出版社の仕事をニューヨークでやってました。そうです。で、結局自分で起業をされて、そうです。まあ、大きな会社の社長さんもやられたし、日本でも大きな会社の社長さんやられていて、今もね、まあ、いくつかの会社の社長さんとか会長さんをやられていて、世界中飛び回っている香川さんですが、もういつもね、日本人がこうすれば英語ができるようになるっていうふうにね、お酒飲みながら言ってるじゃないですか。あれ、ちょっと皆さんにね、聞いていただきたいな。まず、安越先生言ってるのと一緒ですよ。つまりね、ミステークしても構わない。ね、例えばね、私のさっきのインカルディングっていうジョークね、あれまさにそうなんですけど、発音ってまずね、正しく発音しようとしてみんな真剣になってるじゃないですか、そうするとそこに頭が集中してて次の言葉も出なくなるわけですよ。または聞くときに正しくそれを聞かないと悪いと思ったら、一つの単語が引っかかるとね、次の言葉は音楽になっちゃうじゃないですか。でも発音って大事じゃないですか。通じなければごめんなさい、先生の前で失礼ですけど、多少大丈夫です、平気です。私なんてすごい日本、未だに日本人のアクセント強いですよ。へー、はい、
まあ、でも L と R とかちゃんと勉強して TH よく言われますよね、うん、私もよく L と R ね、うん、あのうまく発音できないから、うん、この人から何度も聞き返されるんですが、うん、一つ大事なことはね、うん、コンテキストね、うん、つまりねどんな会話のどんな話題を今やってるのかということがお互いに分かってれば多少のことは大丈夫なんですよ。説得力ありますね。実際にビジネスやってるからね、うん、え本当ですか、ビジネスの中で例えば L と R とか TH とかできなくても何とかなっちゃうんですか。例えば安越さんね、うん、私がお金借りてたとしますよ、うん、たらあんたちょっと早く返してよと、うん、たらあこれやばい話だなと思うじゃないですか、うん、そうしたらそのコンテキストがあればちょっと待ってよと、うん、もう1ヶ月だけ待ってよとか言えるでしょ、うん、つまりそういうふうにコンテキストその時の何の話題なのかということをちゃんと自分で理解することが大事。発音がちょっと間違って絶対聞き逃しませんよ、お金貸してたらね。ああ、そっか、発音は間違っていても、ちゃんと、その、うん、聞き直したりして、確認をしっかり、そう、コンフィームするわけですね。例えば、お金の話は大変恐縮ですけどね、はい、例えば、日本人がお金の話をするときに、100,000 とかね、150,000 とか、嫌でしょ、こういう言葉って、ややこしくて。うん、でも、そこで確認しちゃえばいいんですよ。なるほど、あ、じゃあ。ハメにゼロでもいいし。コンフィーム。確認することが大事だ、うん、すごく大事、ね、つまりクラリフィケーション、この方が下手な、まあ、下手って言ったらあれだけどこう発音だとかそういうものをね真剣に考えるよりもその場でお互いに確認し合って進んでいく方がはるかに大事です。なるほど、うん、あだからプライオリティっていうか優先順位なんですね。だから発音とか文法はできるに越したことないけど、うん、まあそれも大事なのは数字とか契約条項とかを確認するということなんですね。そうなんですよね。それでなんとかなっちゃうもんなんですか。そうなんです。ちょっと変な話しますね。うんはい、安子さんごめんなさい。はい、グリーンジョークって言葉ご存知？グリーンジョーク？うん、わかんない。でしょ？うん、私もつい最近までわかんなかったの、うん。でね、フィリピンのある人がね、うん、フィリピンではグリーンジョーク OK よって言ったのよ。うんうん。でね、何それと私そこで聞くのね、うん、だからねグリーンジョークっていうのは下ネタのことですでこれね何かと言ったらね、はい、フィリピン独特の英語表現、うん、で彼らはそれがごく当たり前の言葉として使っている。なるほど、うん、でねこれビジネスコミュニケーションの中で出てきた話ね。ああそういうのちゃんと聞き返すことも大事だ。そうすると私その言葉使えるでしょ、はい、でもねこの同じグリーンジョークでもアメリカで言ったらこれは大変なものになりますよとかね、うんなるわけじゃないですか。なるほど、うん、あそういうことなんですね。だからね、はい、ね単語なんてね星の数ほどあるんですよ、うん、で今例えば安越先生テストされたらね私だって、ね、どれだけ罰が出るか怖くてしょうがない、うんうん、でこの恐怖を取らないためなんです、うん、つまりねテストされて知らないと日本語で言ってくださいって言われたらね途端に緊張するでしょ、うん、この場でなぜかと言ったらさここでみんなが見てるわけだし、うん、恥かくし、うん、で日本人はそう思うんです最初に、うん、だから向こうから言われた瞬間にも緊張しちゃうんですよ。ああ、なるほど。うん。とにかく、だから、ミスから学ぶ、ミスを恐れないで確認するってことが大事なんですね。What did you say? でいいか。ああ、なるほど、うん。だから、先に正しい英語を勉強してから話すじゃなくて、話しながら成長するってことが大事ですね。だってね、相手は辞書で、はい、相手が辞書ですから。ああ、なる相手が辞書。これ、名言です、ね。そうでしょ相手、話してる相手が辞書。相手から学べばいいっていうことで。はい。で、私、いつもね、これ、香川さんに聞きたいと思ったんですけど、はい、異文化の人と英語で話すのが上手じゃないですか。もう、どこの国の人と話しても、まあ、悪い言葉で言うと、垂らし込むっていうかね。なるほど。垂らし込む。もうね。うん。すぐ仲良くなっちゃうじゃないですか。あれね、なかなか日本人にはね、できないんですよ。ね、これね、はい、コツがあるんですよ。コツ。はい。これ、皆さん知りたくないですか、ね、はい。まずね、いろんな国、まあ、突然来たら別ですよ。うん、突然来たら別だけど、たった一つだけちょっとやっといてほしいことがある。うん。世界中の国の主要な国ね、うん、首都の名前ぐらい覚えておいた方がいいです。なるほど。ただね、例えば。皆さん言えますか首都の名前。うん、これ ね、別に社会科の暗記問題じゃないんですよ。うん、首都の名前覚えておくと何がいいかと言ったらね、例えばね、じゃあね、俺マダガスから来たんだよと。うん。たら、お、タナナリブかいと。うん。たら、喜ぶでしょ。あ、確かにね。うん。で、お前なんで知ってんのと。私、たまたまそこは首都の名前知ってるわけね。うん、だから、そういうふうにね、プレパレーションするときにね、まずそこからこう、まあ、アイスを溶かしていくっていうね。ああ、なるほど。それが大事なのと、例えばね、こういうこともありました。クロアチアに行った時ね、うん、クロアチアで、私、たまたまだったんだけど、前にね、日本のワールドカップでね、クロアチアと日本が対戦した時の試合のことを覚えてて、うん、シュケルという選手がいたんですよ、うん。そのシュケルという選手がね、いて、それでその人がすごくこう、うまかった、サッカーがね、うん。で、クロアチアの人が、こういろいろタクシーの運転手さんだったけど話した時に「ああお前シュケル好きなの?」って言ったらねもう喜んじゃう。あつまりちょっと聞いたことをね、うん、できるだけその国とかその相手の人とこう
リンクさせること、ね、あそしてだから事前リサーチをしておくのもいいと思います、ね、もちろんいいです、はい、もちろんいいです、うん、だけど少なくともね、あのなんていうのかな、こういざという時の時に役立つね、こう雑学のようなものね、これは大事ですよね。あ、やっぱ普段から雑学、うんうん、その世界の雑学を身につけておくっていうことが大事ですよね、うんうん、まあ、なんか私たちってほらすぐ日本のことばっかり喋っちゃうじゃないですか。そう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 、相手の国のことじゃなくてあれってちょっと感じ悪い時もありますもんね。だって日本が特殊だとかさ、はい、日本は美しいとかね言ったって、それは世界中美しいし、まあそう ね、世界のありとあらゆる文化は独自独特だし、世界のありとあらゆる文化はどこも素晴らしいんで、日本だけが素晴らしいわけじゃないですか、ね、私嫌いなのが、はい、おもてなしって言葉とかね、おもてなし大事じゃないですか。いや、世界中の文化においておもてなしの考え方違いますからね、うん、ああそっか、うん、ああじゃあサウジアラビアに行ったらサウジアラビアの 人間の考えるおもてなしがあるし、確かにね、日本のおもてなしにイライラされる方もいらっしゃいますもんね。うん、でしょ、ね、こう、綺麗に畳んで封筒に入れてね、何十秒もかかるっていうのは、逆にせっかちな人はね。で、ドライな人だったらその紙代返せと、中身だけでいいよと。うん。だからまあ、解釈が違いますから、ね。そうそうそう。はい。だから、まあ、いろいろあると、世界には。それを理解することが、異文化コミュニケーションの始まりと。そうですね。でね、私ね、今の話聞いてて皆さんも思ったんですけど、なんでそんなメンタル強いんですか？私メンタル強いですか？強いですよ。だどうすれば日本の学習者はね、話す自信、もう間違ってもいいからどんどん喋る、うんうんうん。私も含めて日本人の学習者っていうのは、ね、いや間違ったらどうしようとか、こんな風に思われるんじゃないか、人からどう見られるんじゃないかっていうことを気にするじゃないですか。で、香川さん、そのこと全く気にしないですよね。まずね、うん、自分の好きな話題持つこと。それだけでいいんですか？まず話題がないと喋れません。そんなだって自分の好きな話題なんか持ってますよ。相手が相手の好きなことがあったらそれを引き出してきて、その自分の話題と結びつけていく、それだけで自信が出るんですか？ね、それとでもう一つ、はい、たったやって絶対やってはいけないことはね、人種とか女性とか男性とかっていう差別ね、うん、差別用語とか、うん、それからその差別に取られるような表現だけはまずい。それ以外は全部ミスして大丈夫です、うん、でも今ね私が聞いてるのは、うん、異文化コミュニケーションの話じゃなくて、はい、なんでそのメンタルってか、なんでその自信がこうみなぎってるの、いつも満身創痍だからでしょうね。満身創痍、うん、つまりね、バルナラビリティ、つまりね、うん、その自分は脆弱だから、逆にどんどん相手から攻撃してもらうと強くなるじゃないですか、うん、攻撃されたら強いですよね。堂々としてる、絶対めげないよね、うん、堂々としてること、はい、これは大事なことはね、堂々としてるふりをすることも大事です、ね、ふりをする、うん、ふりをすることも大事。これは海外の人と交渉するときに必ず言えるんだけど、最初からこう引いちゃダメです、うん、まずね、同じ立ち位置にかな、あのね、地下鉄に乗ってごらんなさい。ニューヨークに来ますとね、うん、あのね、人動かないんですよ。中ガラガラなのにドアのところにたくさん立ってる、うん、で押したら怒られちゃうんです、うん、つまりね、どういうことかと言ったら、言葉で言わなくちゃいけない、ね、もうすいません、自分が入るんだからちょっと入れてくれと、うん、たらどいてくれます。すなわちね、そのことをちゃんと自分からやらないといけないし、その時に相手の目をしっかり見て話すとか、うんうん、そういうことを自分で心がけないと。でもね、香川さんって人からこうどう思われてるのかなとか、そういう気にならないんですか？しょっちゅう気になりますよ。全然そういうふうに見えないんですけど。だから異文化の人ってほら、日本人みたいにいつもニコニコしてくれるわけじゃないじゃないですか。はっきりブワーって言ったりとか、顔、うん、中身は笑ってても顔怒ってたりすることあるじゃないですか。ああいうので、こう、コミュニケーションエラーが起こった時に落ち込んじゃったりとか、そういうのないんですか？ね、コミュニケーションエラーが起きたらね、うん、もう 50-50 だと思うこと。あ、なるほど。つまりね、自分のせいだと思わない。そう、うん。相手と自分と 50-50 ですよ、これはね。なるほど。ミスアンダースタンディングはね。だからそこですぐに、即座に修正する。こういうふうに言いたかったんだよとか、即座に修正する、うん。だから自分のせいで迷惑をかけたっていうんじゃなくて、うん、その迷惑かけたのはお互い様ってことで、そういうことです。そこで修正する方にポジティブに転換していくと。うん、それが本当の平等な社会ですよ。うわぁ、そうなりたい。そんなメンタルを持てれば、こんなふうに世界中どこに行っても英語で仕事ができるということですね。いや、最後の質問がね、私にとって一番ためになりましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか？はい、どうもありがとうございました。いえいえいえ。Thank you very much for watching. どうもありがとうございます。